おかげだ。倒れろ。死ぬがいい。らえ。皆が力を貸してくれたおかげだ。秩序の森にも何かあったに違いない。深淵の君主はまだ復活もしてないっていうのに、どうしてみんなこんなにおかしくなってしまったんだよ。一生懸命守ってくれたのに、そのせいでマスターは700年も眠っていたのに。700年も経ってしまったからだろう。平和に慣れてしまうとその大事さもわからなくなってしまうから。お仕置きね。皆が力を貸してくれたおかげだ。おかげだ。ここは人間が入ってはいけないところです。早く森から出て行ってください。俺はエルフの王に会いに来た。それは不可能です。人間にはエルフの王に会うことはできません。あなたたちが自らここを出ないとしたら、力ずくで追い払うしかないですね。倒れろ。死ぬがいい。お仕置きね。倒れろ。設計から完璧だったのよ。僕たちを狙っていたんじゃないんですか。いや、やっぱり僕が見張りをしないと。一緒に行きましょう。秩序の森がどんな状況か正確にはわからないけど、私たちを敵に回しているのは確実だね。マスター、うちの騎士団員に武器を与えたらもっと強くなれそうだよ。まず召喚をタップして。さまざまな職業の武器を獲得してみよう。専用武器は一人にしか着用できないよ。マスターの専用武器、光の審判と同じくね。
専用武器を着用すると特別な効果も得られること、覚えといてね。マスター、この森の中に変な鉱山があるよ。ここは昔ルインガラドが俺に話してくれた秘密の鉱山だな。秘密の鉱山？ここでは武器の潜在力を引き出してくれる不思議な強化の粉を手に入れることができると聞いた。武器の力を引き出してくれるの？じゃあ早速行ってみよう、マスター息子なのか。名前はエルロンドだったな。愛らしい男の子だった。私はずっとマスターのそばにいたからそこまではよくわからないな。世間知らずのバカになった気分だ。方に。
ルフの森に侵入した人間ってあんたたちよね。これ以上は一歩も進ませないよ。実力で見せつけるしかないね。倒れろ。くらえ。自分がいい。勝利のラッパを吹け。人間なんかと一緒にいるの？もしかしてあんた。違う、本当に強い奴らだったんだ。本当だ。たかが人間なんかに負けるなんて、ケルスのバカ。うろちょろしてる人間って。俺はただエルフの王に会いたいだけだ。人間なんかエルフの王に会いたいだと。私たちにあんなひどいことをして、よくもひどいこと。昔のようにやられてばかりじゃないからね。見せてやるよ、私たちがどれだけ強くなったかを。倒れろ。くらえ。自分がいい。風の力でお仕置きね。倒れろ。勝利のラッパを吹け。人間たちどうしていつも私たちをいじめようとするの？今回は何よ。人間がエルフに何かしたの？本当に知らないの？あんたたちが世界中を全部燃やしてしまったでしょ。まさかエルフの西国、世界中のことが。そう、人間が燃やしてしまっただと。そうよ、世界中は私たちにとって
母親と同じ存在だったのよ。だから倒れろ。くらえ、死ぬがいい。ラッパを吹け。エルフは嘘をつかない。真実のみを語る種族だからね。なら一体誰が何を目的に世界樹を燃やしてしまったんだろうね。理由はわからないが、エルフの王の協力を得ることは難しいかもしれない。押し置きね。倒れろ。
俺の行く手を遮る者は誰か。私の任務は世界樹を守ること。でも、果たすことはできなかった。世界樹が残した命の種が、やっと芽を出し始めた。今回は必ず、守り抜いてみせる。倒れろ！くらえ！死ぬがいい！死ね、カナリラよ！倒れろ！花びらよ。私の任務は世界樹を世界樹。倒れろ！死ぬがいい！お仕置きね！花びらよ！倒れろ！勝利のラッパを吹け！命の種をなくさないで、お願いだから。命の種をなくすなんて、そんな真似はしないよ。うん、あの人鎧と兜をかぶっていたから。なのにどうしてあの人が人間だと確信してるの？あの人が直接言ってたよ。これから人間とエルフはお互い敵となる。あの方に。
がいい。お仕置きね。勝利のラッパを吹け。なんかおかしくない？犯人が自分からそう言ったのは。自分の正体を隠していたくせに、今になって目的を明らかにしてくるあたり、本当の。倒れろ！くらえ！死ぬがいい！勝利のラッパを吹け！秩序の森を乱す者は誰か。エルフの、このエルロンドが処断してやる。合ってるよね。大きくなったけど、確かにルインガラドの息子だ。倒れろ。くらえ。自分がいい。森の力で。お仕置きね。倒れろ！くらえ！設計から完璧だったのよ。700年前は俺の騎士団に入れてほしいとダダをこねたのに、その間に気が変わってしまったのか？あなたはまさか団長！しかし団長は深い眠りに落ちているはずじゃ。目覚めた。危機に陥った世界を再び守るために。それでエルロンド、今回こそ俺の騎士団に力を貸してくれないか。人間は森を攻撃して世界中を燃やしてしまいましたが、私たちは人間を許せません。世界中を燃やした者はきっとこういう状況を狙っていたようだな。人間とエルフが睨み合うこと。こうなると協力して戦うことができないと思ってさ。深淵の君主の手下の仕業だということですか。多分俺と共に行けば犯人を見つけることもできると思う。何もはっきりしていませんが、団長なら信頼できます。私、団長と一緒に行きます。